んにちは。今日の電気予報を始めます。今日はなんと電気工事士第2週筆記試験なんとか通ったっぽいよ。イエーイ、実技に向けて頑張るぞ。へんイエーイ。はい、ということでですね、はい、前置きというか題名が長くなってしまったんですけれども、はい、なんと先週末日曜日にですね、なんと第2週電気工事士試験筆記試験が行われました。はい、私ちゃんと行ってきましたからね。ほら見てください、なんかね、コメントでね、この人試験申し込みだけしていかない人だとかね、いろいろ書いてありましたね。はい、はい、それちゃんと行きましたよ。もう寝坊もしないでね、朝そわそわして4時に起きましたからね。この日ね、逆に眠くなるんじゃないかって心配だったんですけど、大丈夫でした。はい、でなんとこれ良かったのがマーク式なんですよ。はい、良かった良かった、漢字書けないですからね。はい、ということでね、受けてきたので、ちょっとこれをね、まずさらっとね、おさらいしたいと思う。ちょっとね、難易度が様々で面白かったんですね。これ解ける人いんのっていうのは、まあ、解けたんですけどね。はい、当てずっぽでね、4択だからとかっていうのもあったりとか、あとやっぱね、ちょっとね、まだわかんないのがあったりとかね、この辺についてね、逆に教えてっていう感じなんですけどね。はい、まずね、理論問題。やっぱりね、理論はね、5問出るって書いてあったんですけど、5問じゃなかった。7問出ましたね。あ、6問ですね。6問出ましたね、理論問題。あれです。配信見てくれてた方だったらね、わかると思うんですけどね。このオームの法則とかね、そういうのを、インピダンスとか使うやつですね。はい、これ、私、自信がすいません。出来悪かったです。すいません。復習不足と応用不足でした。ちょっとね、応用問題がありまして、早速1番ですね。これ見えます？これ私ね、分かんなかったんですけど、この図、回路のスイッチ、並列と直列とね、あと端っこがないやつあるじゃないですか。こういうの、ああいうのがあるのも分かんなくてですね、これちょっとね、はい、復習して、はい、またね、電検三種に向けてですね、理論のとこちょっと、もうちょっと理論武装したいと思います。あとはね、いろいろね、覚えちゃえばできるやつっていうのが多かったんですね。電線の許容電流とかね、コンセントの配電用、コンセントのアンペア数をどの配電ブレーカーだったら設置していいかとかね。はい、20アンペアのブレーカーに対しては20アンペアまでのコンセントしかダメですよとか。で、その時の電線に関しては、2ミリならいいですよと。で、逆30アンペアのね、ブレーカーだとね、2.6 ミリ以上の電線つながないとダメですよとかね、そういうのありましたね。はい、っていうのが、はい、出てきてましたね。はい。で、あとね、こういうやつ、写真を見てね、これ何ですかってやつ、これいっぱい出てきましたね。はい、私なんとですね、前日ずっと写真とね、記号を見てたんですね。配電図の記号、あれがね、結構出るっていう噂だったので、あれをいっぱい見てたんです。で、よかったです。結構写真問題でね、稼ぎましたね。はい、で、あとこれ見てください。これね、アウトレットボックスにつなぐ方法、電気工事で金属管とアウトレットボックスの接続方法を選んでくださいっていうので、こんな電線つなぐのなんて聞いてないよっていう感じでですね、はい、なんかよく見るとですね、プラス端子があって、そこに全然つなぐ必要があるんですね。そうなんです。金属管とアウトレットボックスというのはですね、これ電気的に完全に接続する必要があるんですね。はい、そこまでしてたんですけど、こうやってつなぐんだっていうのが、はい、逆に勉強になりましたっていう感じです。はい、あとはですね、これ設置するじゃないですかね。はい、で、設置をするときに設置抵抗を測るものがあると思うんですけど、それの端子のね、つなぎとか10面って EPC って私は覚えてますけど、 EPC10m10m みたいなね、感じだったりとか。はい、あと電気工事士さんじゃないとできない仕事、これね、結構ね、毎回出るみたいなんでね、確実に覚えてくださいね。は、意外とね、電線を埋めることとかっていうのは誰でもできるみたいなんですね。はい、で、自家用電気工作物はできません。家庭
般電気工作物はできる。で、低圧なら電気工事士さんができる。みたいなもんですね。はい、私ね、実は企みがあるんですよ。電気工事士試験受けたのはですね、私、風力発電作りたくてですね、20キロワット以下の低圧だったらですね、風力発電作っていいんですね。はい、なんでですね、これ実技を取ったらね、はい、私、電気工事して風力発電作ります。土地も買いますからね。はい、ぜひ、これも、またね、皆さんにご協力いただきたいなと思います。あと面白かったのが、はい、これツイッターでもね、ちょっと紹介させていただいて、このコンセントのこれね、20アンペアのコンセントを選んでっていうやつなんですけど、これロとハわかります？これどっち側にこのピっていうのがあるかっていう、そこまで覚えてる人いるって思って、これたまたま私席ついて時間があった時見てたんですよ。あ、コンセント覚えてないって思って。だからできたんですけどね。これどっち側とかいるみたいな感じ。むしろこれ間違えたもの発注されてることあるみたいな、はい、感じでしたね。はい。で、最後はおなじみの配線図が、はい、バーっとありまして、この中のところに印がですね、たくさんついてて、ここはどう？ここはどう？って聞かれる問題ですね。はい。はい、こんな感じで、はい、たくさん写真があってですね、はい、ここの接続部分は、差し込みコネクターどれ、小と中と大とどれが何個必要ですかとかね、リングスリーブ小中大どれが何個必要ですかとか、はい、この、絵の中で配線図の中にないものは何ですかとかね、はい、ここをつけるときに必要な工具は何ですかとかね、まあそういう問題、おなじみの問題でした。はい、ということでですね、6割以上正解だと、はい、筆記試験通過になります。で、実技試験はですね、技能試験はですね、7月末ですね、はい、ということになっておりますので、技能試験の方をすぐに始めてくださいというふうにね、インターネットサイトに書いてありましたので、はい、すぐに始めたいと思います。ということで、はい、じゃん、あー、買ってきた。もうですね、気が早くてですね、もう合格しないとダメだって追い込むためにですね、なんと私この技能試験キット買いました。はい、イエーイ。はい、ちょっと重くてですね、見せることできないんで、あれでちょっとね、はい、はい、見せます。はい、はい、こんな感じですね。はい、こんなの届きました。いろいろね、電線だったりとかね、いろいろアウトレットボックスとかがね、あるんですけれどね、それがね、届きました。嬉しい。はい。ということでですね、早速やろうと思ったんですけど、なんとこれ工具がついてないんですね。はい。ペンチとかね、そういうのついてないんで、それはそれでまた発注しました。ということで、まだ練習はできませんけどね、ちょっとどんなものがね、入ってるかっていうのをね、お伝えしたいと思いますね。はい、これ先日もね、ちょっとね、ツイッターでは紹介したんですけどね、はい、これです。よく使われる、これケーブル。はい。中に絶縁電線が入ってるんですけど、そこをさらに使用しているケーブルになりますね。はい。ちなみにコンクリートに直埋めするときはケーブルじゃないとダメですね。はい。これは、2.0 って書いてありまして、これ600V 絶縁シースケーブルってやつですかね。はい。中には 1.6mm の、はい、絶縁電線が入っています。はい。これもなんかケーブルっぽいですね。中に2本入ってますね。どんだけ長いんだって感じなんですけどね。あ、これも、はい、3本、ケーブルがいっぱいあるんですけどね、ちょっとケーブルとね、実際私工事したことないんですよ。はい。なんでね、ちょっと実技の方がね、落ちちゃったりしたらどうしようって感じなんですけどね。はい、
あれもですね、ちょっと工事弁願にですね、今度参入する段取りをね、現在取ってるところでありまして、私がなんと研修生として工事現場に赴くっていうことがね、実現しようとしてます。はい、そしたらね、もうヘルメットとつなぎも買ったんでね、いつでも工事する気持ちは出来上がってるんでね、はい、工事行きたいと思います。私がそのうち太陽光設置に行くかもしれないですからね。あ、ぜひね、来てほしい方、太陽光設置、蓄電池設置来てほしい方ですね。はい、ぜひこちらにコメントいただければと思います。まだね、お家に太陽光ついてないご家庭の方だったりとかね、そういう方、はい、ぜひね、太陽光で自家消費していただきたいと思いますね。再エネ賦課金も上がってますからね。あと太陽光のフィット満了しそう、あとはフィット価格が低い方、今年申請の19円とかの方っていうのはですね、蓄電池で自家消費した方が経済的にメリットあるんですね。なんでフィットしながらも蓄電池と太陽光セットっていう方結構多いんですね。はい、これがねメジャーになってます。なのでぜひ太陽光だけある方も蓄電池ぜひ考えてみてください。で、そうするとね、絶地になりますから、はい、ぜひ私の始めた新しい絶地チャンネルっていうのもね、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで本業に戻りますからね。はいはい、ここにね、絶縁前線がね、いっぱいあります。で、ちなみにですね、これ、色覚えてますか？単線単層式とかね、単線三層式、三線三層式あったと思います。の中で、中性線っていうのは、これ白なんですね。で、黒と赤がありまして、黒がどっちだっけ？黒が、上側だっけ、で下が接地側だったかな、はい、っていうような感じのなるんで、こうやって単層三線式の時とかですね、この順番っていうのも大事になってくる。でこの緑ですね、緑はこれ接地線になりますからね。はい、アースってやつですね、地面に流し込むやつですね。はい、であとはこれは何ですかね、これは違いました。これは私がですね、この箱にとりあえずポンって放り込んでしまった HDI ケーブルでしたね。はい、これは電気工事使いませんので、はい、これはパソコンの方置いておきますね。はいはーい、で電線がそんな感じでたくさん入っててですね、で、はい、これアウトレットボックスです。この使い方覚えてますか、覚えてますか。はい、これはですね、コードなんかを中に入れて、であと電線管、ここね開いてないんですけど、これ穴を開けて、ここに電線管をボスって刺してですね、この中で電線同士を接続することになります。で、基本的に、電線管の中での接続は NG になってますから、全部このアウトレットボックスの中で行うことになるわけですね。はい。で、これね、はじめ穴開け方法っていうのが書いてありまして、穴開けなきゃいけないんですね。で、これはウォーターポンププライヤーを使用しまして、穴を開けることになってます。で、ウォーターポンププライヤーももちろんありませんので、今、Amazon さんに発注して届いて、今頑張ってこうやってセコセコね、持ってきてくれてるところですね。はい。で、このね、金属管とアウトレットボックスを接続する際は、確実に電気的に接続しないといけません。はい。なのでですね、これ接地線貼った時に、どこか、つながっていないとこがあると、ここで感電する可能性あるんですね。はい。だからね、これちゃんと電気的に接続するっていう。ね、このネジに線をつなぐわけですよ。これ今回の試験出てましたね。はい。これでちゃんと現場にいる方だとね、おそらく簡単に解けたんだと思うんですけど、まあ、つまり、当たり前のことなんでしょうね。私みたいに現場出てない人だとちょっとね、難しかったかなと思います。はい。なんでそういうのもね、きっと試験に出てくることかと思いますのでね。はい。ということですね。はい。うん。まあ、代用できそうですけどね。なんかね。ちょっと何やってんですか。もう、うちの小さい虎が起きてきましたね。はい。小さい虎、さっきまで寝てるから今のうちに撮影しようと思ったんでね。はい。起きてきましたね。はい。お、なんかすごい入ってる。嬉しい。おっと。はい。ということでですね。はい、出ました。金属管出てきましたね。この中にね、電線通すことになります。ん、やんころこにょ、やんころこにょ、はい。という感じですね。はい。で、あとは、あ、コンセント的なものじゃないですね。あ、コンセント的なものもありますね。あー、嬉しい、楽しみ。コンセントつなげるんですね。はい。で、あとは、はい。
これはライトですね。シーリングライト見たことありますよね。これ天井にこうやってついてて、ここにガチャって電気つけるやつですね。あ、こんなのもできるんですね。お家にね、ハイライトがつく日もそう遠くないかもしれないですね。はいはい。で、あとは、あ、コンセントたくさん出てきましたね。はい、これです。噂の試験に出たですね。はい、200V 用の 200V の、なんかこれ3層3線式の 200V のところに使うんですの、の 20A、15A 兼用のコンセントです。これさ、間違えるみたいな感じなんですけど、はい、これ設置局付きですねっていうコンセント、他にも入ってます。あー、嬉しい。なんかいっぱい入ってる。嬉しい。嬉しい。はーい。あとは、あー、あれですね。あの、金属感のアウトレットボックスに、あ、すごい。初めて見ました。差し込むけど、ちょっと開けてみようと思います。はい、はーい。はーい、開けますよ。はい。何ですか？何ですか？あなた試験来てくれなかったじゃないですか。はーい。これはなんだかわかんないから、こうやってみる。これなんだかわかりません。ちょっと後でね、DVD 入ってるんでね、見てみようと思う。だって穴も開いてないし、わかんないんだもん。何これ、自分で穴開けんのかな？はーい。あ、これですね。これはあの、ゴム、あの、これは、第2種、加藤電線管。ゴムじゃない。ビニール。第2種加藤電線管。あの、金属管じゃないやつをつなぐやつになりますね。はーい。はい。これは何でしょう。これは、半分ネジが入ってるやつ。これね、名前覚えたんだけど、すごい3日忘れてますね。これ片っぽがネジあるやつ。で、片っぽがネジない金属管同士をつなぐものになりますね。はい。で、このネジを締めた後、最後折り切ってネジをポキってやります。そうすると完全に接続されるわけですね。はーい。だったりとか、あと、はい、これですよ。私がわかんなかったこの、差し込み口。はい、これ電線同士をですね、接続するものなんですね。で、通常だとですね、リングスリーブもありますね。あ、ちっちゃい。はい、こんなちっちゃいんですね、リングスリーブ。ここに電線をですね、入れ込みまして、圧着ペンチっていうので、ビーってやります。そうすると、ここに、小とか中とかね、はい、あと丸印っていうのがつきまして、これ で電線を接続できるわけですね。これが、はい、接続方法。こっちの、リングスリーブを使うか、こっちの差し込みコネクタを使います。で、ペンチがあるときはこっち。で、ペンチがないときはこの差し込みコネクタを使うことができるんですね。これはね、圧着する必要ないです。もうここに入れれば接続ができます。で、小、中、大って感じで3つありまして、これ2本、3本、4本。接続できるようになってるんですね。はい。これを、あの、配線図を見て、ここのポイントでは、どれを何本使いますかっていう問題が出てきました。はい。ということで、はい。ちょっとなんか、これでね、あの、レゴみたいになってますけどね。はい。これで、こうやって、つなぐわけですね。はい。楽しみになってきましたね。はい。ということでですね。はい。また、ちょっと散らかしちゃったんですけどね。しっかりなくさないようにして、この、練習をしていきたいと思います。はーい。で、実技試験に関しては、東京大阪の開催みたいなんですね。はい。だからちょっとね、行かなくちゃいけないんですけれども、はい、行きたいと思います。そして、なんとですね、電気工事士さん、皆さんもすでに電気工事士さんの方、ご存知の方いると思うんですけど、なんと、技能大会っていうのがあるんですね。これ、あの、コロナの前はですね、両国国技館でね、一回行われてたんですね。技能大会って言って、あの、電気工事って、やっぱあの、配線とかはね、綺麗につなぐっていうこともね、技の一つになるわけですね。職人さんですからね。ということで、その職人芸がいかに綺麗にできるかっていうのを競った技能大会っていうのがあるんですよ。なんで私もね、それに出たいから、ゆるさ器用な方なんでね、結構ぬいぐるみとかね、作れるタイプなんでね、はい、こういうのね、
はい、なんでそんな感じでね、はい、あの綺麗に配線をやって二の大会で私も出たいと思います。はい、新しい目標イエーイということでですね、はい、今回電気工事士第2種筆記試験なんとか通ったよ、マークミスしてなければ、はい、ということで今後こういったね、はい、技能の方の発信していきたいと思いますので、ぜひ一緒に実技の方の勉強練習もしていきましょう。はい、ということで今日の電気予報を終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃい。にゃー、天地バラかなー。